話なら聞くよ。もちろんいいが、君からの誘いとは珍しいね。さて、話を聞かせてくれるかい？驚いたよ。実は私も全く同じことを思っていたんだ。いつ切り出すべきかと気を伺っていたが、先を越されるとは、君にはかなわないな。その言葉、しかと受け止めたよ。これからは君のそばにいさせてほしい。